はいどうもこんにちは、チャンネルカワランド、河本文明です。さあ、今日はあの、バンダイさんの、生き物大図鑑、すごい、ハイクオリティのガチャポン、クワガタを4回だけやってまいりました。それでは行きましょう。チャンネルカワランド。さあ、というわけでですね、いよいよ来ました、クワガタですよ。 いやあ、もうクワガタといえばもう昆虫界でね、まあいつも言ってますけども、相当かっこいいフォルムですからね、あのクワガタのことを、かっこ悪いって言った人いないんじゃないですかね。もう、もう、世界中のすべての人がかっこいいと思ってる虫ですよ、クワガタは。それが、満を持して、やってまいりました。今回はですね、ノコギリクワガタ。ね、ノコギリクワガタ全。 4種類。ね、えー。3種類プラス1つレア。それで全4種類でございます。じゃあラインナップいきたいと思います。えー、まずはですね、ノコギリクワガタの黒。ね。これでございます。いやー、かっこいいですよ、ノコギリクワガタは。ね。そして2つ目はですね、ノコギリクワガタの赤茶色。あの赤茶色がまたかっこいい。そして3つ目がですね、これすごいですよ。 ギラファノコギリクワガタねつ森ではですね相当レアなクワガタらしいですそして最後4つ目ゼブラノコギリクワガタこれがレアとなっておりますそれでは早速開封していきたいと思いますさあまずは一つ目いきたいと思います さあ一なんだ羽でしょさあこれは出ましたいきなりレアのゼブラクワガタいきなりレア出ちゃったでかいでかいかっこいい見てゼブラクワガタっていうのはこのように背中にですねえー、ゼブラ模様ね縞模様がついてるというねかっこいいこれがゼブラクワガタでかい 手のひらこれですよ。でかい。手のひら。え、何センチこれでかいこのゼブラクワガタレアいきなり一発目からレア登場ですよ、これ。よくできてるしかもかっこいいゼブラノコギリクワガタですね。ノコギリクワガタで最も美しいクワガタと言われてるらしいですよ、これ。すごくないですか、これ。でかい開くんですよ、この大顎が。すごいでしょこれ。で、これね、あの、 全部の関節、もちろん動きますし、こちら、羽ももちろんこのように、しっかりと開きます、こちら。羽も開きて、この腹部、見てください、このリアルさ。これ腹部ね、一個一個全部ね、また分かれてました。これ全部動くんですよ、ほら。このように。リアルでしょ、ほら。うわぁ、リアル。裏側もリアル。うわぁ、見てください、この、ここの口の部分。ね、これ。 これ蜜出るときにいつもこのオレンジ出てきて蜜を舐めるんですけども、これもリアルですよ。さあ、というわけで続いて、二つ目開封したいと思います。二つ目です。さあ、開けてさあなんだ、何が出るか。おっと、これはこれはなんだおっと、これわからないな。さあ、さあ、ということで、 2つ目はギラファノコギリクワガタでかいこれさっきのゼブラよりでかいですよこれ。しかも今回はですねほらこの羽を広げて飛んでる体飛行形態すごくないですかリアルだなしかもでかいこのですねギラファノコギリクワガタもう入りきれないよ画面にでかくてギラファノコギリクワガタはですねなんとノコギリクワガタの中でもっと 最も長い。最も長いと言われています。で、ギラファっていうのはですね、キリンって意味だそうですよ。だから、ここが長いんですって。それでギ,ギラファクワガタって言われてます。すごいでしょこれほら、見て。リアル腹部。羽。うわ、すげえ。そしてこの装飾、見てください。うわ、装飾がまたリアル。うわ、近くで見るとすごいそこれ。半端ない。 うわ、本物みたい。ほら、かっこいい。でかい。とにかくでかい。いや、これ15、六6センチあるんじゃないかな。2つ開けて2つ、2種類。しかも先にレア出ちゃってますからね。まだ、メインクワガタのノコギリクワガタ。今回の表紙になってるノコギリクワガタは出てません。さあ、3つ目。何が出るんでしょうか。3つ目でございます。さあ、開きました。なんでしょうかこれは これはねが出てきましたこれまだわからないさあ何でしょうかさあというわけで出ました3つ目3種類リーチノコギリクワガタ出ましたこいつですすっごいでかいこれ分かりますかねこのでかさノコギリクワガタかっこいい 大顎見てください。素晴らしい。太いの顎が、この大顎が。いや、再現されてるわー。ノコギリ、これ本物でしょ、これやったら。背中見てください。この腹部が本当にリアル、ここ。これ動くんですよこうやって、ほら。もうリアル、本物生きてるみたい、こうやったら。ほら。この首がですね、首もですね、関節がこうやって動くんです、このな、こんなように。わかりますかね、これ。 もうリアルでしょ、これ。これ動くんです、こうやって。動いて、さらにですね、これあの、顎ももちろん動くんで、これあの、威嚇ポーズができるんですよ。威嚇ポーズが。あの、クワガタのほら、これ怒ってる時の威嚇ポーズ。威嚇ポーズもできるように、全部この、本物と同じ関節で威嚇ポーズができるように。そして、羽を開いてちゃんと飛べるように。ね。全部再現できるように作られてるの、細かく。そしてさらにですね、この、 大顎の部分と、この羽の部分とかの素材がまた違う。もうそこまでこだわって作っております。いや、本物そっくりじゃないですか、これ、ノコギリクワガタ。でっかい !14 センチでっかい !140 ミリ何がすごいかっていうと、クワガタって、このもちろん顎がですね、この大顎とかが均一じゃないんですって、ちょっとずれてたりするんですって、それをね、見事に再現してるらしいです。これやばくないですか音これ。 やば。でっかい。さあ、ノコギリクワガタの黒が当たりました。いやー、リーチですよ。あと1個赤、赤茶色が当たったらですね、全部揃っちゃいます。4回しかやってないんですよ。4回で全部揃う。これはすごい。いや、しかし、リアルだわ、クワガタ。でっかい。そして、さあ、最後、4つ目、こちらさあ、赤茶色出るんでしょうか。 マジで出たらすごいなこれ開けてこれマジで赤ちゃんで出たらどうしようさあ何でしょうわからないですねなんとギラファノコギリクワガタそう簡単には揃わなかったいや赤茶色欲しかった赤茶色欲しかったよギラファでございます いやー、ギラファの小切りクワガタだってめちゃくちゃいいですけどね。黒いのも人気があるんですけど、赤茶色ももちろん人気がある。なんか赤のがいいなんて言われてましたからね、昔子供の頃で。なんでカブトムシよりも平べったいか知ってます、クワガタが。これはね、木の皮の裏とかにいるんですって、クワガタって。だからそこに入りやすいように、いつの間にかく平べったくなったらしいですよ。で、これがですね、この、ちょっと羽を外すとですね、ここにこう、 これ見てください,いきますよ羽を外すとここが閉まってほらクワガタのこの閉じた状態皆さんがよく見る状態飛んでる時よりもよく見ますもんねこっちの方がね見えますかねよく見ますよねもう見てくださいこれ持ってる時点で本物でしょもうそしてこれはなんとここの関節をこう上に上げるんですよこうやってちょっとこうやってこう上にずれていくんですよこうやってグッと ね、これちょっと首が上向いたいでしょそしてここを顎大顎をですねこう外れたこう開くとですねなんとこの威嚇ポーズになるわけですねこう威嚇ポーズができるこ威嚇ポーズねこれ本物、ま、俺本物持ってるみたいじゃないですかやばいこれ本当にすごいねまあかっこいいまあかっこいいですこれ 悔しいな赤茶色当たりませんでした。でも、4種類中3種類が揃いました。しかもレアそしてですね、また情報が飛び込んできまして、なんかね、ワニガメがあるらしいんですよ。いや、ワニガメって言ったらね、カメの世界でね、相当かっこいいフォルムですよ。危険だし。 ワニメは欲しいわ。よし。やってくっかな。川本文明。この男川本文明。このクワガタにかけて。ワニメもやってきますわ。そして皆さんにまたご紹介します。いや、今回はこのクワガタ。最高にかっこよくて、でかい。とにかくでかい。 ね皆さんもぜひともね、お子さんにか、ねやってあげたら絶対喜びますよ、これ。500円とは思えないこのデカさと。ねこれ本物だと思いますよ、これ。ねぜひとも皆様、ねバンダイさんから出てる生き物大き館、クワガタ。やってみてください。この動画に人生の大切な時間をかけていただき、誠にありがとうございます。もし少しでも、少しでも、 この動画役に立ったという方、高評価、いいね、よろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、よろしくお願いします。ククワワガガタガタというわけで、以上、チャンネルカワランド、川本文明でした。ありがとうございました。